マルカ食品、ペヤング、中華そば、味噌、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺は断面が扁平で輪郭も明快なので、はじめは意外としっかりしているように感じました。しかし時間が経つにつれどんどん柔らかくなり、中盤以降は頼りない印象に変わりました。スープは唐辛子のピリッとした刺激があるもので、味噌の濃度が薄くあっさりしていて、あまり自己主張をしません。具材は野菜だけで肉はなく、ちょっと寂しいです。全体的に花がありませんが、嫌な味もしないので、購入価格を考えるとまあ納得できます。